変な時間だ。見ず知らずの男に身を任せるなんて我慢できない。絶対嫌。なんじゃあの島は。命がけで守る、それがフランツの最後の言葉。父が命を懸けてまで成し遂げようとした大事、その意味を知りたいとは思わないな。お父様の旅路の意味、鼓動を与えられたものの宿命。